イルカザ18番星 B は、イルカザの方角に約238光年離れた位置にある太陽系外惑星である。質量は約10.3木星質量で、993日の周期でスペクトル型 G63 の巨星を公転している。イルカザ18番星 B による主星イルカザ18番星の視線速度の変化。発見の元となった。 イルカ座18番星 B は2008年2月、岡山惑星探索計画中に、岡山天体物理観測所の佐藤文枝が、視線速度法で発見し、ワシ座、臭い星 B や HD81688B と共に報告された。ブーシェ、イルカに乗るアリオン1748年2015年に、国際天文学連合によって、 太陽系外惑星系の名前の公募と投票が行われた際にこの成形も募集の対象となった。2015年12月15日、国際天文学連合より徳島県立城南高等学校からの提案を採用し、主成にムジカ、惑星 B にアリオンという名前を選定したことが発表された。ムジカはラテン語で音楽を意味する。アリオンは イルカ座にまつわるギリシャ神話に登場するイルカに命を助けられた詩人で音楽家のアリオンに由来する。なお、ワタツミ、ポセイドンを父とする馬アリオンは無関係である。ありがとうございます。